皆さんこんにちは。国士舘大学理工学部の中島です。本日は、音声を作り出す技術の第3回ということで、前回に引き続きまして、音声合成技術の本日は単位を、合成の単位をですね、どのような単位で合成するかという部分につきましてご紹介します。合成の単位をつなぎ合わせて、合成を作ると言いましたけども、そのことについてちょっと簡単に説明したいと思います。ここでですね、音の物理的な特徴というものをちょっと考えてみたいと思いますけれども、こちらに示しましたのは周波数スペクトルというもので、これは濃淡で表しておりまして、これはいわゆるテレビなんかでよく声紋とかという言い方で、紹介されるものです。で、この声紋という言い方しますけれども、指紋のようにですね、各自で独特のパターンが個人個人で必ず一つあるというようなもんではございません。この喉の形とか喋り方とか様々な要因で音の特徴であるスペクトルですね、こちらの模様がですね少しずつ変わってくるので、これが個人個人によって、やっぱり個人性はあるので、で声紋というふうに言われてますけども、人によってそんなに大きくこの人特有のもんであるというほどのもんではございません。一応分かりやすいので声紋という名前がついておりますけども、でこちら時間方向にワーッと並べてありますけど、濃淡で表してますけども、これはグラフで表しますと、こちらの右上のようなものになっております。でこれ、周波数が左が低くて高い方に向かってスペクトルと言われるものがあります。で大体母音の部分ですと、左の方、周波数の低い部分にかなりエネルギーがあって、これがアだとかイだとかっていうのを、区別するための情報だというふうに言われております。でこちらで、特徴づけるものを見てもらったわけですけれども、それではじゃあどのような単位で合成するかを考える上の一つの、事実をちょっと見てみたいと思うんですけれども、こちらに書いてありますのは、上段が硬いと喋った時のアのスペクトルですね。で下の方がですね、しまうと言った時のアのスペクトルの部分、書いてあります。でこのオレンジで囲った部分ですね、こちらが同じアというふうに発音されている部分なんですけども、このしま模様、しま のこちらで薄い部分にまず青い線を引きましたけども、これは母音を特徴づけるフォルマントと呼ばれるものなんです。このしま模様のこの線を描いた部分ですね。でこの線を見ても分かりますように、硬いと言った時のアと、しまうって言った時のア、これは特にですね、アの後半ですね、硬いっていうと、イに移る部分とか、しまうっていうと、ウに移る部分がかなり違いますよね。これ何を言いたいかって言いますと、これだけ違うので、50音というものでは合成できないということが分かります。周りにこのアを発音した後に何が来るのか、イが来るのか、ウが来るのか、あるいはもしかしたらカが来るかもしれないし、ケが来るかもしれないといったことで、非常に大きく特徴が変わると。これを超音結合という名前で呼ばれてますけども、要するに前にどういう音韻が来て後ろにどういう音韻が来るか、どういう単語なのかによってですね、ものすごく音の特徴っていうのは変わるわけですね。ですから50音みたいなもので合成するとものすごく不自然な音になってしまうんですね。ということからですね、どのような単位で合成するか、これは長い間音声合成の課題で、ありました。大体1970年代のですね、中盤から後半から、大体今にわたるまで長い論争といいますか、いろいろなタイプが出てきました。でこちらに書いてありますけども、一番最初はですね、子音母音子音の母音子音母音という、母音が V で子音が C で表してますけども、これは母音はバウエルといって、V で表されて、子音がコンソナントという、英語ですので、これが頭文字を取って C と。で、母音子音母音という連鎖、それからその後子音母音という、いわゆる赤サタナという単位ですね。それから CVVC という単位、これは子音母音と母音子音という、こういった単位をうまく、50音の半分ずつを使ったような単位、それから子音母音子音という単位です。それからその後、ここまではですね、大体どういった子音と母音の組み合わせをどういうふうにしようかというふうに、人間がいろいろ考えて、でそういったものを使って合成し
をいろいろ試してみたもんなんですけども、その次に書いてある COC という法というのと NU 法って書いてあるんですけども、これはどちらかというと単位をですね恣意的に決めるんじゃなくて、音声のデータベースの中から、自動的に一番いい最適な単位を自動的に決めようというような考え方に基づいています。で今の音声合成の主流は、まあ、大体、大量のデータベースから、どういった最適な音の単位を自動的に作り出すといったやり方に変わってきております。まあ、いずれにしましても、長い歴史の中ではですね、この母音子音母音という単位がいいのか母音子音という単位がいいのか、それとも五十音みたいなやつがいいのかというのをたどってきたので、これをまあ一応ちょっと簡単に見てみたいと思いますけども、一番簡単なのはですね、こちらにお見せしましたけども、音素という単位ですね、ローマ字で書いた時の1文字ずつで合成すると。例えばここに書いてありますパソコンですと P と A と S と O とっていうふうにですね、音素ごとにつなげていこうと。これはさっき言いましたように次にどういった音韻が来るかっていうことを全く考えない合成なので、非常に音が悪くなるんですね。ただし用意しなきゃいけない音素っていう数は非常に少なくなってくるわけです。で続いて50音で出すパソコンとかですね、こういったやつです。これだと大体日本語の場合だと100音節と言われてますので、まあ大体100個ぐらいの単位があれば音が出るといったものになります。これも、音としてはですね、さっき見てみましたように後ろの音がどういったものかっていうことで前の音が影響を受けますので、これも非常に音が悪い。でその後CVVC というですね、子音と母音、母音と子音というですね、50音を半分に切ってそれをつなぎ合わせたようなもの でやっておりました。でこのやり方ある程度音はそこそこなんですけども、まあやっぱり音としては先ほど聞いていただいた音は CVVC という音なんですけども、まあ、ちょっとあんまりいい音ではないですね。それで、最近の潮流ですね、その合成単位をですね自動的に生成するという方法、これはコーパスベースというふうに、大きな枠組みでは言われてますけども、これの一番最初が COC 方式と呼ばれる方式です。でこれはこの場合の C とはね、子音の C ではなくて、コンテクストオリエンテッドクラストリングというふうな名前がついてますけども、これは環境に依存したクラスタリングというふうに翻訳しますとこうなりますけども、これはちょっと後で説明しますけども、で特徴としましてはですね、子音とポイント組み合わせとかそういうふうに人間が恣意的に決めるんではなくて、物理的な尺度をもとにですね、音声データから合成単位を自動的に学習するというようなやり方をとっています。で特徴の2番目としましては、クラスター、まあ、クラスターというのはこの、まあ、ある集合ですね、最終的に得られた集合の、重心セントロイドといいますけども、この平均値ですね、平均値を使って合成単位をしようというやり方を使っています。でこれは音声データをもとにですね自動的に学習するんで、まあ、言語が他の言語の英語とかですね、フランス語とか中国語とか他の言語の合成にも使われるやり方です。でこちら COC 方式のですね概念図がこちらに書いてあります。まあ一番最初の上に書いてあります一番最初の「あ」という音韻の集合なんです。これはデータベース、まあ、1時間でもいいんです、30分でもいいんですけど、大量のデータベースの中の全ての「あ」の集合だというふうに考えてください。でその「あ」からですね、これ2つに分かれています。でこれ二分岐的に2つに分かれるんです。これどういうふうに分かれてるかっていうと、「あ」の中で B が先行する「あ」とそれ以外の「あ」に分けてるわけですね。ですから「ば」って言った時の「あ」とそれ以外に分けてるわけ で今度は「ば」って言った左側の分岐ですけども「ば」って言った時の「あ」とは今度はどういうふうに分岐できるかっていうと、今度は「ば」って言った時の「あ」とのあと S が続く場合とそうでないですね。例えば、なんて言うかね、馬刺しとかっていう発音した時のあとそれ以外に分かると、まあ、こういったやり方を次々に分割をしていくわけですね。そうしますとここに書いてありますけども、どん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 いろんなクラスがこう分割できていくわけですね。で最終的にある基準ですね、もう、だいたい
専攻ぐらいのクラスになったんでここでやめようとか、まあ、数でやってもいいですし、このクラスの数だんだん減っていくんで、このクラスターに属するものが数がある、ある数より少なくなったらここでやめるとかですね、まあ、いろんな停止条件って言いますけども、どこでやめるかを決めておいて、で最終的にやられたこの、一番下のクラスの、平均値ですね、重心を使って、これを音声合成のもとにしようというやり方です。でこちらにラーニングスペクトルって言いますけど、スペクトルはですね、今度は濃淡ではなくて山形のやつを時間軸上に並べたもんですけども、これは左側が CVVC と呼ばれるやり方と、右側が今の COC というやり方で作ったものですけども、まあ、こちら例で見ても分かりますように、 COC 法の方はですね、最終的に得られたクラスターの重心位置、平均値を使っておりますので、ここに見られますように非常に、滑らかな感じが出てると思います。でこの、まあ、視覚的に見てなんとなく滑らかだっていうのは分かるんで、音で、ちょっと聞いてみたいと思いますけども、CVVC というですね、まあだいぶ古いやり方ですけども、それなりに実用的に長い間使われてきた合成音声の音をまず聞いてみます。新聞、雑誌や論文の中から必要な情報をコンピューターで簡単に検索したいというニーズが生じています。まあ、これが CVVC という方式で作った合成音声で、でこちらが COC と呼ばれる合成音声ですね。新聞、雑誌や論文の中から必要な情報をコンピューターで簡単に検索したいというニーズが生じています。比べてみますとね、CVVC ってやっぱり大雑把に言いますと50音から作り出すのとそんなに違わないんで、やっぱりブチブチとこう、滑らかさがなかったような感じしますけども、自動的にね、学習した COC という方式ではかなり滑らかな音になってるんじゃないかなと思います。あと英語の合成もできるというので、英語の合成もちょっと聞いてみたいと思います。The boy became a famous doctor. He can play tennis. I bought my sister a pretty doll. We elected him captain of the team. There is a big tree in the garden. Let's go to the park. Where are you going? I'm going to school. まあ、こういった具合に英語の合成もですね、こう学習方式でと、ですと、まあ、作れますということですね。これで3回目は終わりになります。どうもありがとうございました。